やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。ヤフーが韓国資本になるそうです。そして、なので、信じられるニュースサイトはどこなのっていうのを見てみようと思います。はい、基本的に1日1本か2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録と通知音お願いします。はい。で、ヤフーが韓国資本になったっていうニュースがね、ヤフーニュースにないんだよ。知ってます？どっかで見たの？なんだろうな。それこそごちゃん。私ごちゃんもそういう載ってないニュースが載ってるので見るんですけれど、隠れてるニュースみたいなのがごちゃんに載ってるから見るんだけれど、そうそう、やっと探せました。ヤフーニュース、なんだろう、自分のところに都合が悪いから載せないのかな。3月1日から経営統合で、ヤフーと LINE の A ホールディングスと Z ホールディングスを因数分解みたいな、なんかそんなタイトルでなんかね、ニュースになってて、とにかく韓国の資本に、 LINE はもともとそうだったけど、ヤフーはどうだったの？ヤフーなんかいろいろ書いてある、 PayPay とか ZOZO とかアスクルとか LINE とか書いてあるけど、その中にヤフーも入るよっていうニュースが、もう探して探してやっと下の方に出てくるみたいなさ、スマホで Google 検索すると本当にこのニュースが全く出てこないんですけれど、地味にニュース記事になってて、かろうじて見つけることができました。はい。ね、なんだろう、ヤフーはこれ、都合悪いのかな？ニュース、自分でニュースにするのは。どうなんでしょうね。自分とこでニュースにしてないって。うん。はい。ということで、どのニュースサイトが信じられるのか。信じられる、信頼できるかな？信頼できる。信頼できる。とか、こう、嘘がないとかね。真実。どのニュースサイトが真実を報道しているのかっていうのを占おうと思います。ちなみに新聞系とテレビ系は今回抜かしてあります。なぜならそれぞれ最近占って動画にしてあるので、新聞とテレビの各局についてはその動画をご覧ください。なので今回はそれ以外、ヤフーニュース、東洋経済オンライン、ダイヤモンドオンライン、プレジデントオンライン、日刊スパ、日刊大衆、IT メディア、マイダビニュース、J キャストニュース、あとこの辺海外ね、ザ・ニューヨークタイムス、CNN、これがアメリカで、BBC がイギリスでいいのか？で、朝鮮日報もなんかネタとして入れてみようかなと思って。あと、ごちゃんも入れようかなと思ったけど、あれニュースサイトじゃなくてただの掲示板だから、うん、違うなと思って、まあいいや。はい、これ見てみますね。信頼できるか、信頼できないかっていう、もう、二択っていうかね。どんどん行きます。ヤフーニュース、ヤフーニュース、韓国資本にこうなってしまったけれど、変更報道になったりしないのか、信頼できるでしょうか。はい。ヤフーニュース、信頼できると思いますか？タロットさん。じゃん。ああ、できるんだ。女帝。対策注意点。釣り人。対策注意点やめようかなんかわかんないよね。なんか信頼できるかの。まあ、一応、なんか出してはおきますね。よく、なんか、この対策注意点私わかんないなって思うんだけど、何の対策だよって思いながら。でも皆さんのなんかの参考になるかなと思うので、じゃあ出すだけ出しますね。女帝。ヤフーニュースは、信頼できるらしい。じゃあ、東洋経済オンライン。東洋経済オンラインもなんか、書く、ね、いっぱい書いてる人いるじゃない、書き手。書き手のさ、記者さんっていうか、書く人によってなんか、質とか内容が、えらいバラバラだなっていう印象があるんだけど。この、東洋経済もダイヤモンドもプレジデントもね。うん。はい、まず、東洋経済オンライン信頼できますか？できるって、女教皇賢い。あ、でも対策注意点にタワーが出た。なんだ。崩壊に注意。では、ダイヤモンドオンライン。はい。ダイヤモンドオンラインは、信頼できますか？死神の逆、できる。対策注意点、法王。今んところみんな、できるって。じゃあ、プレジデントオンライン。はい。プレジデントオンラインはどうですか？力。ああ、ずっといいカードが出るね。皇帝対策注意点。すごい、なんか新聞社とかに比べて超、なんか甘いっていうか、なんか評価が高いね。じゃあ、日刊スパ。だんだん、大衆紙になってきましたけれど。日刊スパ。
はい、日刊スパはどうでしょう。ちなみにスパってあのロゴを見ただけで、あの水着のグラビアのお姉ちゃんの写真とセットになって浮かぶのは合ってる？そのイメージ、私合ってる？それそのやつ。タワーの逆、関係の清算、必要とされる崩壊。これは、なんだろうな、意味深だな、なんだろう、今、改革中なのかな、なんだろうね。対策注意点も死神。ダブルで結構すごいカードが出たな。どうした？何があった？タワーの逆。じゃあ、日韓大衆。なんか、自ら大衆って名乗るのが すごい潔いよね。大衆誌です。自ら我々は大衆誌ですって名乗る名前すごいなと今なんか改めて思った。はい、日韓大衆はどうでしょうか。タワー、この辺ダメなんかな、やっぱ大衆誌系はダメなのかな。はい、そうね、なんか面白さ重視で、うん、ちょっといろいろ盛りすぎてんのかもしれないね。タワー、タワーって書こうとしたらターになっちゃった。タワー、はい、ではメディア系だね、これ。IT メディア。これさ、何をここに今日は占おうかなって、絞るときにさ、いっぱいあってさ、ほんとニュースサイトが、すいません、かなり絞ってます。IT メディアさん。じゃん。フル。新しい挑戦、チャレンジ。まあ、ポジティブな意味だから、いいね。正位置だから。対策注意点、いいんじゃ。はい。マイナビニュースさん。はい、マイナビニュースさんは信じられますか？あ、ダメだって、太陽の逆が出ちゃった。対策注意点力。はい、では J キャストニュース。はい、J キャストニュースさんは真実、信頼できるでしょうか。はい、あ、審判の逆、これも厳しいかな。はい、審判の逆、なんだろう、昔の方が良かったとか言ってんのかな。で、じゃあ海外勢いきます。ザ・ニューヨークタイムス。はい、ザ・ニューヨークタイムスは信頼できますか。接戦の逆、できない。対策注意点、女強行。はい、では CNN。はい、CNN は、信頼できますか？死神の逆、一周回って、うん、いいかな。対策注意点、太陽。なんだっけ、CNN か BBC か、なんかがダメだよって、なんか誰かが言ってた気がする。誰かとか、なんかすごい曖昧な言い方だけど。死神の逆。BBC。はい、BBC ニュースは信頼できますか？力の逆、できない。対策注意点、マジシャン。はい、朝鮮日報。朝鮮日報は真実を言っているのか？これは何を出すかね？これでタロットさん何出すだろうね？はい、朝鮮日報は信頼できますか？待って、節制なんだ。節制なの。そう、信じられるの。なんで、そんなポジティブな感じなんだ。まさかとは思うけどさ、なんか真実は読み手の心の中にあるとか、なんかそういう哲学的なことを言い始めない大丈夫？対策注意点、恋人。はぁ、難しいね。そう、朝鮮日報が信じられるとなると、なんかもう、信頼できるの定義がわかんないよ、タロットさんも。節制。そう。じゃあ、番外編。一般人のって言ったらいいの？なんて言ったらいいんだろうね。日本にさ、存在するブログとか、日本だけじゃない、世界に存在するブログと言われるね、あの、個人の書く、ああいうもの、個人のブログ、個人のブログの情報みたいなのは、すごい数あって、ピンキリだと思うけど、平たくすると、それはタロットさんにとって信頼できるのかどうかがちょっとね、知りたい。個人のブログ、ね、ブログみたいなのも、ね、検索で出てくるけど。
個人のブログはどのくらい信じられる？タロットさんにとって。女教皇なんだ。そうなんだ。ヤフーニュースじゃない。東洋経済オンラインくらいなんだ。そう。対策注意点世界。じゃあさ、YouTube も聞いていい？ YouTube ね、いっぱいあるよね、チャンネルが。それもさ、まあ、ピンキリだと思うけど。それを平たーくするとさ、平たーくこう平均化すると、タロットさんにとって信じられる、信じられない？信じられるっていうか、なんか真実、真実なのか、真実じゃないのか。はい。YouTube をね、こう平均化すると、これは信頼できるものなのかどうなんでしょうか。これできないんだ。個人のブログよりダメなんだ。信頼できないっていうのが出てる。そうですか。個人の文章のブログの方がいいんだね、じゃあね。対策注意点、マジシャン。やりすぎ注意、作りすぎ注意、嘘注意みたいな。はい。ということで、そうか。朝鮮日報が節制かっていうのはなんかね、タロットさん、さあ、それはそう。なんか誰にとって信頼できるのかっていうのがね、この辺でこう、いろいろ覆ってきたね。そう。この辺わかんないや。この辺は、怪しいと思う。どういう意図で言ってんのか。この辺はこう、あっさり見といて。でも、なんとなく、この辺は、みたいな感じはする。はぁ、これ謎だね。謎。さあ、種明かしを皆さんしてください、これ。謎解きの時間です、みたいになっちゃった。謎だね。はい。ということで、ヤフーは韓国資本に信頼できるニュースサイトはっていうのを占ってみました。いかがだったでしょうか？テレビ局もどれが信頼できるっていうので、っていう結果になったでしょう、かなり。ってなったけど、今回もなんかね、謎なところがあって、タロットさんはちょっと哲学的な、こう、宇宙目線で見るとなんか違う目で、視点で見れるのかなみたいなね。うん、不思議な感じもあるよね。はい、ということで、はい、以上になります。じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけん、ぽい！チョキなので、グーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。